はい、皆さんこんにちは。 YouTube 生命判断のスガッティでございます。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画はですね、こちら、はい、 LINE 占いについてちょっとご説明したいと思うんですね。どういうことかというと、スガッティこの年内に12月31日までにね、チャンネル登録者数1000人を目標にやっております。ただこの目標の1000人達成できなかった場合は、今までやってきた、この半年間ね、ずっとやってきた無料 YouTube 生命判断、これをもう終了しようと思ってるんです。その後はもうこの LINE 占いと、あとはね、来店していただく占いがあるんですけども、たださ、まあスガッティのお店は高崎なので、わざわざね、高崎まで来れないっていう方もいますよね。そんな方はもう今この LINE 占いで、占ってるんですね。特に赤ちゃんの命名に関しては、もう無料 YouTube 生命判断ではもう順番全然間に合いませんので、半年待ちぐらいになっちゃってるんでね。なのでそんな半年も待ってたら赤ちゃん生まれちゃうじゃないですか。だからね、先日もやっぱ37番38番の依頼者様をちょっとね、順番抜かしで、占わせてもらったりなんかした経緯があったんですね。そう、なので赤ちゃんの命名も今は LINE 占いで受け付けてます。はい。でこの LINE 占いとか対面占いで占う際にはですね、このまあ、本題の前にちょっとまあ、スガッティの占いってこういう考え方で占ってますみたいなことをちょっと前置き説明させてもらってるんですね。それを、まあ、文章で書いてるんですけれども、例えばね、ちょっと見えるかな？これ、個人情報なので、ちょっと見えない、あ、見えないかな？ちょっと光っちゃって。そうそう、これぐらい書くんですよ、これぐらい。これぐらい書くの。ずらーって。いっぱい書くでしょ？こう、あー、ちょっと光っちゃって見えないね。ちょっと待って、こうかな？違うな、こうかな？これぐらい、見えるかな？あ、見えた見えた。そう。これぐらい書くんですよ。すごい書くでしょ？ちょっとね、気合い入れないと読み切んないぐらい書くんですよ。ご覧ください。ね。で、まあこれは、LINE 占いとか対面占いの時は、こうやって書いて、それをね、お伝えしてあげてるわけなんですけれども、まあその、前置き部分を、まあね、読むの大変だと思ったんで、動画をね、作っとこうと思ったんです。で、LINE 占いをご依頼された方は、まあその LINE 占いも今そうね、順番待ちが3週間待ちぐらいになっちゃってるんですね。頑張って急いでんだけど、それでもね、2週間以上はちょっと順番待ちになっちゃってるみたいなんですよ。なので、そのね、2週間も3週間もお待ちいただいてる間に、こう、まあね、スガッティの占いの概念ってこういう感じでやってますっていうのをね、動画で説明した動画を見るのは楽じゃないですか。だから、先にこれ読んどいてくださいって言ってもね、多分難しいかと思うんで、その説明部分を丸々、動画で撮影しといて、で、順番来るまでこれ一回見てみてくださいってね、言えば、まあ動画10分か20分ぐらいの動画だったらね、見れるだろうと思って、前置きの説明部分を、今日は動画にしてみたいと思います。普段、対面で占う時とか、そうですね、LINE 占いの時に、このような前置きの説明をしてるんですっていうことですね。まあ、スガッティ、まあ、この説明はね、以前にも、スガッティチャンネルでもしてきたことなんですよ。でも、ちょっと一個の動画にまとめようと思うんですね。まあ、よく占いやってますと、例えばね、今度、せがれが受験なんだけど受かるんですかとかね、大事な試合があるんだけど勝てますかとかね、父の病気は治りますかとかね、私は何歳まで生きられますか、どんな死に方するんですかなんてね、よくその未来の予言みたいなことを求められたりもするんですけれども、私はね、その未来っていうのは1秒先も決まってないと思ってるんですね。やっぱりその試合に勝ちたいなと思えば頑張って練習すれば勝てるし、練習が足んなければ勝てないし、病気になりたくないな、長生きしたいなと思えば、頑張って、健康に気をつければ長生きできるし、不節制してればできないし、結婚したいなと思ったらその通りに、婚活励めばできるし、何もしてなければ絶対できないし、みたいな感じで、運命っていうのは、運ぶ命。こうやったら見えるかな。ね。運ぶ命と書いて、運命と読みますね。はい。これは、持ち運びが、自由な命なんです。つまり、さっきの質問みたいに、いつね、結婚できますかとか、どんな男性と結婚できるんですかとかね、そういう質問されるんですけれども、そんなことは、自らが命を運んだ通りに結果としてなるんです。そんなのは、占いで決まることじゃないんですね。だから、試合に勝ちたいと思えば、頑張って練習すれば勝てるし、練習が足んなければ勝てないし、
みたいな感じ、長生きしたいなと思ったらそのように健康気をつけていければ長生ききっとできるし、健康全く気をつけてなければできないしみたいな感じなんですね。自らが命を運んだ通りに自分次第なんです。持ち運び次第で運命ってこう切り開かれるもんなんですね。ただどうしても持ち運びにくい似てる言葉で宿命っていうのがあります。これは宿す命って書きますよね。つまりまあ、すべて占うときは生年月日とお名前で占ってるんですけれども、まあ、この日に、このお名前で、この世に命を宿した、その0歳の瞬間に、その人その人の大体の人生の流れとかね、方向性、向き不向きと、伸び高みたいなのが決まっちゃうんです。方向性と伸び高って何かっていうと、例えば、学校の先生に向いてますよとかね、スポーツ選手に向いてますよとかね、専業主婦に向いてますよとかね、その人その人の画数によって向き不向きっていうのが決まってくるんです。あとは角度、伸び高ね。例えばスポーツ選手の方向に、名前が名付けられているにもかかわらず、実家の例えば歯医者さんを継がなきゃなんないとかっていう場合、そのスポーツには適してる数字なのに歯医者さんには向いてない数字だったりするわけですよね。だけど実家の歯医者さんを継がなきゃなんない、それは運命なんですよ。そういう運命なの。だからそっちを選んだからにはやっぱりね、歯医者さんになるための学校を行ったり資格を取ったりしなきゃなんないわけでしょ。でも向いてないから、サッカー選手とか野球選手の方に向いてるから、どんなに勉強してもなかなか頭入んないんですよ。で歯医者さんのそういった技術も身につかないんですよね。だけど、たまにね、仲間同士で集まって、前のね、部活のサッカーの仲間と集まってサッカーなんかやると、久々にやってもやっぱり上手だったりなんかして、そういう人っているじゃないですか。あるいはその逆もありますよ。サッカー選手や野球選手を夢見ているのにもかかわらず、全然関係ない科学者とかのね、数字を持って生まれちゃった場合、それだと、なんでしょう。その、やっぱりね、どんなに練習してもさ、なかなかヒットが打てない。ボールもキャッチできない、エラーばっかりしてる。ゴールも決められないみたいなね。あいつあんなに人並み以上頑張ってんのに、なかなか上手くなんないなって。で、サッカーの練習ばっかりしてるくせして、お勉強もしてないくせして、学校行くと、やけにね、その、学校の勉強は、勉強してないのになんでこいつこんなに成績いいのっていうぐらい、トン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 ってこう、勉強ができる。だけどこっち目指してるみたいな人、たまにいるじゃないですか。その、向き不向きと伸び高、こっちに努力するとこれぐらいしか伸びないけども、こっちに努力すればこんなに伸びるんですよ、みたいな。その、伸びる方向と、その、伸びの高さっていうのかな、それが決まってくるんですね。この、生年月日とお名前で。でも、だからといって、どっちに行くかは、もう自分次第。自分が決めるんですよ。自分はこういう名前だけども、こっちの道を目指したいと。そっちに努力すると。決めて、向かうのは自分の勝手というかね、自分の意思ですよ。自分次第。でも、そっちに向いてない場合もある。でも、努力すれば、私は、努力は実績、実力に必ずつながりますんで、運なんかよりも実力の方が確実だと思うんですよね。だから努力すればきっと夢は叶うと思うんですよ。だから向いてる向いてないは関係ないんだけども、やっぱりほら、人一倍トントントンって伸びるのが早い方が有利じゃないですか。その方向がわかるってことなんですよね、これによってね。そんな感じでね、生まれて名前がついた時点で大体の向き不向きとかね、方向性とか伸び高とか決まっちゃうわけじゃないですか。だからとても重要だと思うんですけれども、そうは言ってもさ、なかなか生年月日って、ああどうしてもこの日に産みたいな、クリスマスに産みたいなとかって言って、12月25日に産みたいからとかって言って、その日逆算して妊娠したり出産したりってなかなかできないもんでしょ。でもお名前っていうのは大体ね、パパとママがさ、親御さんが、こういう名前にしたいねとかさ、こういう文字使いたいねとかって言って、で、自由につけられるじゃないですか。でその自由に名付けたお名前で大体の人生設計ってできちゃうわけですから、スガッティはこの自由に名付けられるお名前、これをとても重視してるんですよ。別の言い方で使命って言ったりもしますよね。なんで使命って言うかっていうと、これによって自分は何のために生まれてきたのか、この命をどう捧げるべきかっていう、この使命が、この使命によってそれぞれ定められるんです。だから定めって言ったりもしますよね、運命のことね。これ名前によってもうこの自分の生きる道が定められちゃうからなんです。なのでスガッティからお伝えしているのは、その人その人のこの持って生まれた素質、自分はどんな性質を持って生まれて、それをどうに使うといい方向に運命が切り開かれて、間違ってどっち運んじゃうと
落とし穴落っこっちゃいますよみたいな内容になってると思うんですね。もうね、 LINE 占いとか、自然と来てくださって対面で占ったことのある方はね、わかると思うんですけれども、結構この部分えぐいぐらい言うでしょ。みんなね、傷ついて女の子なんか泣いちゃったりする場合もあるんですけれども、でも私はこの落とし穴を指摘するのが大事だと思ってるんです。褒めておだてても何の意味もない。みんなそれぞれ落とし穴を持ってるんですよ、ね、苦手が一個もない人っていないでしょ。病気や怪我一回もしない人っていないじゃないですか、ね、そんな感じで誰もが持っている苦手とか落とし穴とか失敗しない人とかって絶対見えないから、だからその人その人のね、落とし穴、落とし穴の数っていうのはこうちっちゃいのがいくつもある人もいれば、大きいのがドーンとね、2メートル3メートルみたいな落とし穴がある人もいれば、あるいはこっち側に偏ってる人もいれば、こっち側に偏ってる人もいればみたいな感じで、落とし穴ってその大きさとか、数とか配置の場所ですよね、ツボとか、様々なんですよね、その人それぞれなんですよ。だからその人その人のこういった落とし穴を荒探しして、それを指摘して教えてあげることで、あ、そうだ、スガッティがこことこことここ落とし穴あるから、こういう仕事は気をつけろとか、こういう男には注意しなさいって書いてあったな、お金の使い方こういうの気をつけなさいって書いてあったなと、こういう病気気をつけろとかって書いてあったなって言ったら、気をつけてこっちへ、そうだ、道改めようって言って、こっちの方がいいって言ってたなって言って、ハンドルをこっちに切る、運命を運ぶ、そうすることで落とし穴って回避できるんですよね。だからいい意味で占いを外れさせるための目的なんです。だからあえてこういう風に落とし穴をたくさん指摘してあげてるんですね。ただやっぱね、こう悲観的な人っていうのは、私ってそんなダメな人間なんだとか、こうね、こんな病気で死んじゃうんだとかってすごくネガティブになっちゃう人たまにいるんですけれども、そうじゃなくて、それみんなに言えてることなんでね、みんなあるんです、こういうのがね、落とし穴がそれぞれなんで。ただ確かに落とし穴が小さくて少ないっていう人がいるんですよ。それが超大吉数の、数列なんです。大吉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 みたいに5箇所とも全部大吉の人なんかは、やっぱり落とし穴の数は少ないし、なかなか落っこちにくいような小さな穴だったりするんですよね。だからやっぱりね、可愛い我が子、大切な我が子の人生ですから、できれば落とし穴の数は少ない方がいいし、落とし穴の大きさだってちっちゃい方がいいじゃないですか。だからスガッティにめいめいのご相談してくださいっていうことなんですね。ちょっと書くスペースがなくなっちゃったけど、まあ、こんな感じで、スガッティがやってるのは姓名判断っていうんですね。はい。名字とお名前で、その人の人生を読み取るというか、占う。これが姓名で、姓名、その人の人生を占えるのが、この姓名判断っていうことなんです。なので、スガッティの占いは、まあね、あえてこの落とし穴を多く指摘するようなスタイルなので、なんなの5500円も払って、こんな、ひどいこと言われなきゃなんないのって怒っちゃう方も、怒っちゃう方あんまりいないけど、ほとんどの方はね、謙虚に真摯に受け止めて、それをね、こう、あ、じゃあ気をつけますって言って前向きにね、帰ってってくれる方が多いんだけども、たまにね、いじけちゃう人がいるんですね。はい。でも、そういうことじゃなくて、もうみんな、注意点とか欠点とか、苦手な部分とか、みんな持ってますんで、短所はね。それを、スガッティが指摘してるんです。まあ、もちろん、大きい落とし穴もいるけどもさ、それはいじける部分じゃなくて、避けやすいじゃない。大きいんだからわかるじゃない。だから、ね、みんな、こっちに運命を持ち運んで、いい方向に人生を切り開いてもらえればいいのかなと思っております。はい。そんなわけで、まあ、スガッティの占いね、もしかしたら、まあちょっとね、その、厳しい内容というか、落とし穴が、こう、ズサッとこう刺さるような内容も書いてあるかもしれない。あるいは、相性診断の時なんかなおさらなんですよ。相性なんてそもそも合わないですから、その合わない部分ばっかり私指摘しますんでね。こんなに相性合わないのって思うかもしれないけど、相性みんな合わないから、相性合いますっていう、結果ほとんどないんで、だからその辺はね、相性占いされた方は気にしないでください。相性が合わない部分、歯車合わない部分を、どこが合わないかっていうのを合わせに行ってあげるのが相性占いの役割だと思ってるんですよ。そもそも合うわけないんで、画数なんてみんなバラバラだし、生年月日なんかみんなバラバラじゃないですか。そんなバラバラとバラバラ同士の男と女が、この歯車ぴったり合うわけないんですよ。だからそもそも合わないんだっていうことをまずね、謙虚に知っていただいて、じゃあどことどこが合わないんだろうとか、どこが衝突するんだろうとか、いつ別れやすいんだろうかとか、
そういうことを知っておくことで、その回避しやすいんですよね。ちなみにスガッティの夫婦は来年再来年が離婚の周期になってます。でもそれをね、まあ私は妻にも伝えてあります。来年と再来年僕らね、夫婦は離婚しやすいんだよと言ってあります。で、実際するかもわかんないしね。しないかもわかんない。だから来年と再来年は、まあ努めて、まあ夫婦仲良く過ごそうかなと思ってますけどもね。はい。そんな感じで、いい意味で、その落とし穴の年とか、落とし穴のツボ、ポイントをね、知ることで、いい意味でそれを外れさせるための目的ですから、ぜひ、皆さんもね、お気軽に LINE 占いにも、お持ち込みください。決して損はさせませんので。はい。それでは、今日は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。まあ、過去に、スガッティに LINE 占いとか、店頭での占いで占ってもらったことのある方、あるいはこのスガッティチャンネルを、たくさんの動画をご覧になっていただいている方にとっては、ちょっともう、今日はね、もうすでに聞いたことのある話が多かったかと思うんですけれどもね。これは、初めて LINE 占いとか、店頭での対面占いをご依頼された人に案内するための動画なんだっていうね。初めてこのスガッティとコンタクトを取った人に見てもらうための動画ですんで。はい。こんな感じでございます。だから、スガッティ門下生もね、これから、まあ、お近くのお友達とか、ご親戚とかをね、占ってあげる際は、こういったコンセプトで占ってあげてやってください。ね。はい。それではまた明日お会いしましょう。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。